つらのでかいやつが大きな骨を落とすってことなの。あ、ほら、なんか大きそうなやつがいる声がするよ。あ、上にいるんだ。なんか大きな骨いっぱい手に入れれば、え、ここ歩いていいの？ちょ、水辺恐怖症だわ普通に。水辺超怖い。ちょ、あれどうやって上上がるの？これどこから上上がるんですか？これ下くぐっていく感じ？え、いや違うよね。どっかから上がる。あ、あったあったここだ。わかりづら。よし、上がった。あのでかいやつ倒せば多分大きな骨が手に入るってことでいいのかな。これ爆発する？爆発しそう。いけ！フライ！フライ！危ない。え、なに？あ、なんか麻痺みたいなの起きてる。危ない。しかもこいつは雷属性なんだ。全然効いてない。これまずいね。全く効いてないわ。あ、でも必殺技はさすがに効いてる。これメインで戦っていくか。うわー、危ねー。もう振りかぶりも危ないわ。振りかぶりの範囲が意外と広くて危ない。というか死にそう。あれ強っ。ちょっと待って、ここでちょっとあんま使うことのないマナの霊薬使うか。よっ。そうするとガンガンこれ回復するから、必殺技ゲージが。これすんごい強い。これいいね、このマナの霊薬。あんまなんか効果的に使ってこなかったけど。あ、大きな骨プラス5。いいいいいい感じいい感じ。あとはあそこの鍛冶屋さんをレベル上げれば本当にレベル5の武器作れるかもしんない。ちょっとね、今少しだけ気になってんのは、2人目の霧の巨人がねもう出てるんですけど、まだ来てないよね。一応目視しに行った方がいいとは思ってるんだけど、ちょっとどうしたもんかなみたいな。翔太地のこういうでかいアジトに行けば、ああいう大きい骨落とすやつに出会えるんだな。オッケーオッケー、それも覚えていこう。さっき手に入れたブレンナールブの琥珀使って、このグルベイグの斧作れそうなんですけど、炎属性のやつ。やっぱレベル2にするためにはやっぱもうちょっと琥珀がいりそうですね。大きな骨も使うし、それに比べてこのノルニルの斧レベル2はあとニントブルムのトゲさえあれば、あの大きいトカゲみたいなやつだけ倒せばレベル2にできそうだから、こっち作った方がいいのかな。それとウートガルズの斧っていう手もある。このコーラザルお守りってのは誰だ、多分その氷の頂にいるやつかな。コーラザルとかって言ってるし、一応ちょっとチェックしてみるけど、沈まざるお守り、沈まざるお守り、いやコーラザルお守り持ってるやつがどっかにいるはずだけど、あ、いた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 。あ、やっぱ氷の頂だ。コーラザル戦士全員コーラザルで固めてきてるわ。だからやっぱり属性の弱点があるから、相性があるから、そういうこと考えると2つの属性の武器持ってた方が良さそうですよね。うん、だからよし、 OK、 全部再建しました、生産拠点。そしたらちょっとそろそろ巨人お出迎えタイムにしましょう。巨人が来たって言われてから結構長いこと放置してる気がするから、そろそろ戦いに行った方が良さそうですね。今ね7日目です。はい、防具の方もちょっとクラフト考えてみたい。あー、盾ちょっと強いやつにしとこうか。それじゃあほらこれね、お温度、あ、ほら冷気耐性、これとかめっちゃ強いじゃん。でも霊気耐性のこの兜作るためにコーラザルお守りがいるっていうちょっとしたジレンマみたいなね。だから最初はあれなんだ、やっぱりこの霊気耐性の霊薬でどうにかしてほしいっていうことなんですかね。それでお肉とか何に使うんだろうって言ってたけど、ここだわ、霊気耐性のポーション作るのに肉使います。なるほどなるほど。でそしたらこの
炎耐性のポーションちょっともったいないから預けておきたいな。これ預けるってこともできますよね、素材。あー、そういうのできないのか。あ、いや、できそうかも。あ、できるできるできる。これ預けといて、炎耐性のポーション。よしよしよし。そしたら霊気耐性のポーション作って、氷の頂き行ってみよう。こんなガンガンやってかなきゃいけないのってちょっと思いますけど、やってかなきゃいけないんでしょう、きっと。あ、そうだ、盾ね、忘れた。よし、33盾にしてきました。あー、デックアールブに捕まったやつが連れ去られたってさ、どう、まあ、大丈夫でしょう、多分。クエストに関しては、あ、そうだ、クエストボードの存在忘れてた。あれでもなんかソウルもらえるって書いてあったもんな。そう、普通にやっといた方が良かったかもな。これさ、もしかしてマナの霊薬ゲーだったりする？マナの霊薬めっちゃ大事じゃない。うわー、爆発やべえ、音激しい。必殺で戦っていこう。ほら、こういう同じ属性の敵とかが出るとマジでやばいな。めちゃくちゃ辛い、ダメージが出ないっていう悲しい状態になる。よっ、これはさっさと誘惑させといた方がいいの。とりあえず叩いてマナ回復させていただいて。危ない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 。回復次第斧投げていく。よーし、ヤールンサクサも終わりだ。名前かっこいいな、ヤールンサクサ。なんかよーし、2人目の霧の巨人終了。ドクドン、あね、危ね。素早さの霊薬はまあいいか、置いとこう。これどっちから帰った方が早いだろう。ああ、あっちから帰った方が早そうだな。そっちの祠からアクセスして帰りましょう。うわー、この辺りの木ボロボロになっちゃった。まあ大丈夫かな、勝ったのでよしとしましょう。うわー、ヤールンサクサのブローチのかけら、これ人狼の牙があと4つあれば作れるんですけど、人狼の牙ってなんか巨人と一緒にポロッと出てくることがあるの見たことあるだけで、普通になんか見たことないんだよな。あ、でもこのウートガルズの斧ってチャレンジ報酬でアンロックって書いてあるけど、これ設計図ないってことか。まさか、そんな感じがする。チャレンジ報酬ってのはメニューに帰らないと分かんないな。あー、そうかそうか、分かった分かった。じゃあそれちょっと諦めていいんだ。今気がついたぞ。気がついてよかった、逆に。じゃあ斧のこの強いやつってどうしよう。この辺り作るだけにしとこう。ノルニルとかグルベイグの斧とかを作ることを目標にしていけばいいのかな。これしかなさそうだぞ。もしくはバルドルのこの刃、剣に変えていくパターンある。これはなんかあるみたいだから、全然あの設計図ね。そうか、チャレンジクリアしないと作れない武器とかあるのか。斧をかなり使い勝手いいって思ってるけど、悲しい制限があることを今認識しました。ソウル入れとこうかな、ちょっと。で、そろそろちょっと城門を1個ぐらいは建て直した方が良さそうな感じもするけど、結局城門壊されちゃうとそこにね費やしたポイントが無駄になっちゃうから、それがちょっともったいないんだよな、いつも思うけど。まあ、それだったら他のことにちゃんと費やして村はちゃんと一人で守りきるみたいな。でも、もっとこれゲームが進んでこのヘルの眷属たちがめちゃくちゃいっぱい来始めたら、やっぱりね、その門でこう時間稼ぎしないとやべえってなるんだろうな。絶対なるよね。今もなんだかんだちょっとぐらいは当たっちゃってるし。あー、すげえ、
分身っていうか古文みたいなのが生まれた。これ斧投げのやばいところはおそらくだけど、これね画面のどこまででも飛んでってることもないか、結構端まで飛んでってるから強い。どこまでも言い過ぎた。よっ、さっさっさ、そろそろ終わる？まだだな、もうちょっと時間返すぞ。でも一応あそこから撃って門の手前ぐらいまではダメージいってるっぽいからね、これ素晴らしい。よし、とりあえずあのね、霧の巨人を3体倒すと新しいクラスがねこう解除されるみたいだから、そこまで頑張りたいんだよな。そこまで頑張ったらビフレスト渡って終わろっかな。よし、オッケー、終わった。そしたらそろそろあれですね、武器をレベルアップさせないとしんどくなってきそうなんで、その氷の頂への橋を修理するってのもやらないとダメなんですよね、きっと。鳥にも会いに行くか。その金の卵のルーンって全く使わないんだけど、この、あ、いたいた、あ、急にいたわ。完全に出てきてる。当然雷属性だから、これも効かないっていう。あいつ自分たちの尻尾でなんか、飛んでってるんだよな。お、ガード。ガード。ガード。あ、ガードできてない。牙出た？あ、トゲ出てる。牙じゃないや、トゲだ。ガード。よっ。ガード。よし。オッケー。そしたら速攻ちょっと帰って忙しい。忙しすぎるこのゲーム。見てる皆さんはどう思ってるんだろうって思うけど、カチャカチャいろんなことやりすぎじゃないみたいな。これノルニルの斧いけるでしょ。え、インベントリがいっぱい、ちょっと待って、何、あー、この武器が邪魔すぎるってことなのかな。この辺りとか全然いらないけど、あ、ブレンナーブルのコンボとかもらってる。知らない武器だ、どっかで拾ったんだな。そう、ノルニルのこの斧レベル2。あー、オッケー。あ、エピッククラフターだって。初めてこのエピックな武器手に入れた。やった。このなんか紫色光ってる、これ左下がかっこいい。あー、この辺りの盾も大事だな。じゃなくて防寒とか、そうそうそう、防寒行きたいから防寒装備手に入れるために、待って、こいつアップグレードしようか。とりあえずレベル4にしといた方が良さそうな感じがする。よし、そしたらちょっと待ってよ、これちょっとね、門一発綺麗にしておこう。これってレベルアップさせた方がいいのかな、もっと持つようになるってことでいいよ。まあ素材はね、一応もうその生産拠点さえ作れば、あとはある程度こう自動的にガンガン入ってくるもんね。だから惜しみなく使っていった方が良さそうな感じはします。よしよし、これでかなり、あ、ここの辺もちゃんと弓兵をしっかりと配備してあげる。レベル2にしてみる。3いける？ 3 いけないか。まあちょっと、もうちょっとこの弓兵信じてあげて育ててあげようか。なんかあんまり役に立ってる気がしないんだけど、レベル3とか4ぐらいまでにすればさすがにめっちゃ役に立つのかもしれない。トールちょっと捧げときます。いいぞ。忙しくはあるけどかなりいい感じにはなってると思う。それで仮説検証したい。この金の卵をルーン持ってる状態で鳥にアクセスすれば、あ、ちょっと待ってよ、こいつからさ人狼の牙とか買えないのかな。あー、それは無理なんだ。ソウルのポーションってなんだろう。これ血の月が昇ってるって何、これ血の月が昇ると何になるの。たまに起きるけど、なんか右上のカレンダーみたいなのがパンパンになってる気がする。あれかな、人狼が出てくる合図とか、その可能性ちょっとある。
わあ、鳥が全然向こうの方いるわ。苦しい。タイムロス。苦しい。常に時間を気にしてなきゃいけないの。大変。あれ、これも、こっから上行けないの？行けないな。あ、そうか。だから、坂を、こう、もっと作っていかなきゃいけないのかな。もしかしたら。もうこいつはもう倒さなくてもいいもんな。もうこいつから手に入る素材はもう全部使い切ったというか、そんな感じある。よっ。あー、鳥どこいるかな。早く見つけたいな、このドゥクドゥンがあるうちに。ざっくり回ってるけど、いてくれ。お、円の重なったとこにいてくれ。いない。フォークの間も持たない。いてくれないと取れ高なし。あれー、本当にいないじゃん。でもなんかシャラシャラ言ってるな。ほら、シャラシャラ言ってない？あ、いた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 、いましたいましたいました。待って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 。あー、違う。よし、追い詰めた。はい。金の卵持ってても何にもなんないっすね。そんなもんか。そんなもんですかね。これ1位の木ついでに取っとこうかな。夜になりそうだし、その真夜中の1位のね、エキスちょっとは取っといた方がなんかに使うかもしれない。もしかしたら防具で使う可能性もあったかな。防具の素材覚えてね。そういう意味で言うと多少覚えゲーではあるよね、多少ね。よし、来い、夜来い。来た。よし、月雷のキノコ。あれ、あ、エキスも取って。はいはいはい。エキス。木。足遅くなったな、きつい。鳥どこいた？鳥、あんなとこいる。見つかった。よし、帰ろう。見つかった見つかった。帰って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 。あれ、起動していいよ起動していいよ。あ、ちょっと待って、これも光ってる。ちょちょちょ、たまたまた。あ、星明かりの階層ってこれか。入ります。あれ、なんか取り忘れてる。めっちゃ光ってなかった、紫色に。あの鳥にどうだ、いい感じか。ダメそうだ。弓兵が役に立ってるようで役に立ってない可能性ある。よしよし、このでっかいやつ。うーわ、ちょっと待って、ついよ。確かね、ここで負けたのかな前。そうかも。あのすんごい強い黄色いやつに負けた可能性がある。でも今はエピックの雷武器があるからちゃんと防げてる感じある。あー、あの変な椎茸マークみたいな、朝顔マークみたいなやつ。こいつ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 、ちょっと爆発するから危ない。いいよ、知識と経験がどんどん積み重なっていく感じ、この感じ。ちょっと待ってね、あのね、縄文がやばそうだあっちのと思ったら、こいつ出てきてる、爆発するやつ。あれ、門壊されたらめちゃくちゃショックなんだけど。あー、やばい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 。ああ、村の縄文が破壊されたって。出た出た出た、こいつこいつ、このでっかいやつでっかいやつ、倒せ倒せ。門壊れちゃったよ。うわ、斧大事。斧強すぎる。なんだろう、戦いが始まってから縄文作るっていう手もあるのかもしんない。もしかしたらエルンが亀裂した。オッケー、これ一応守ったでしょ、これ今回多分最高記録なんじゃない。うわ、次の夜とか
怖いなこれもう。わかったわかった、ちょっと一回作り直すわ。一応時間稼ぎにはなってるから、さすがになかったらなかったでかなりやばいのかもしれないし。それでもうこの手に入る板とかはもう使い道はないはずだから、ガンガンこういうの使ってきてもいいと思うんだよな。ただ思ったより入ってきてないな板が。あでも木の枝とか木自体が入ってきてるから。あー金の巨人、あ3体目だ、初の。来た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 。おお板めっちゃ作れる、素晴らしい。時間稼ぎ用の門レベル1でいいや、もうこうなってきたら。だからこれで、それがさ、そのレベル1、あれでもこれって直せんのかな。あでもそのレベル2に直せる感じ、いやそうでもないか。でもこれレベル2だよね。おレベル、あなるほどなるほど、レベル2には直せるんだ、なるほどね。あそれよりここに投資してあげた方がもしかしたらいいのかもっていう説があってだってこの弓兵の盾は、あの塔はさ壊されないわけだから、作ってた方がレベル3でマックスか、レベル4とか5にもしてあげようっていう気持ちではいたけど、よっ、でも一応やっといてあげよう。